第3レースを勝ちました重成和人選手にお話を伺います。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。予想通りの展開にはなりましたか？いやー、まあ、そうっちゃそうなんですけどあそこまでとは思わなかったので、徳島勢のパッションにちょっと感動してます。はい、あ、なるほど。ではレースを振り返っていきたいと思います。左隣に菅選手と。そうですね、まあ、僕は菅君のことを尊重してますんで、はい、スタートでこの見え方体型的にはどうだったんでしょうか？どうだったんでしょうか、多分ちょっとスローでこれ持たせたなっていう感じはありました。確かに。ああ、そうだったんですね。はい、でももうそれをもう上から行く抵抗するってすごいなって思いましたね。はいはい、あの一幕に全てがこう集約されてたレースでしたね。本当徳島勢が気持ち持って走ってるんだなっていうのを再確認しました。はい、ただその最内いわゆる端幕が空いてました。はい、1ミリも濡れなかったです。そうですか。はい、じゃあ寒さを感じずに。そうですね、はい、レースはできたわけですね。2マーク回ってくるところ、引き波の残りなどもなく乗り心地的にはどうでした？ちょっとずれてるんですよね。出口の連動がね、正直納得いってないです。そうですか。はい、もうちょっとスムーズに連動してくれたらもあるし、はい、若干横に引っ張られてる感じもしますし、多分足りてない方なんだと思うんですけど。わかりました。ではまだ調整の方は続けて。そうですね、ちょこちょこしたいと思います。わかりました。重成選手にお話を伺いました。後半に向けてファンの方にもう一言お願いします。はい、片岡君のお尻めがけて走っていきます。はい、重成選手にお話を伺っています。後半もぜひ頑張ってください。はい、頑張ります。